注文商品の選択方法、ラクスルのサイトトップページよりご希望の商品を選択してください。料金表の画面が表示されましたら、次に用紙のサイズを選択してください。ご希望のサイズにチェックを入れ、選択するを押してください。次に用紙、厚さを選択してください。ご希望の種類と厚さにチェックを入れ、選択するを押してください。次に印刷カラーを選択してください。片面印刷、両面印刷、カラー、モノクロの該当する組み合わせにチェックを入れ、選択するを押してください。加工が必要な場合は、希望する加工にチェックを入れ、決定を押してください。加工、用紙の選び方など商品への疑問については、右上のご利用ガイドより商品仕様のカテゴリをご覧ください。次に印刷部数と最短お届け日を選択してください。営業日は受付日確定から出荷までの日数です。選択内容に応じて料金が変わりますので、よくご確認ください。お届け先の郵便番号を入力することで、より正確な最短お届け日をご確認いただけます。変更を押し、お届け先の郵便番号を入れて選択するを押してください。本日中に受付日が確定した場合の最短お届け日が表示されます。最後に、すべての選択内容に間違いがないことを確認したら、カートに追加するを押してください。こちらで商品の選択は完了です。